龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと、この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。偽りではないか。それはどうかな。なかなかの使い手であった。用がありません。礼はいらぬ。それよりもどこで捕まった？助けを求めて街道を歩いていたところ、月のない夜だったものですから、道沿いに敷いてあった野営にうっかり入ってしまったんです。野営があるならば壊さねばなるまいな。さあ行け。
しい。
来い影。よし。止まれ、浪人。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。参りましょう。まず、御前にご挨拶。このお方が産木御前です。産木谷へようこそ。蒙古に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。ふん、なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。この大将を殺せるのはともかく、さすがに空から飛んできたのか。お手伝いできて光栄です。恐れながら数が足りませんね。これほどの品はありません。また頼むぞ。あなたのご武運を願ってますよ。なぜ侍が鍛冶屋のために命をかけるんだ。何でわからないんだ。太刀のことならお任せを。磨き上げましたよ。
酒井様、十分な素材をお持ちください。これで我らも完全です。手に入りにくいものが揃ってますよ。風がいつもより強く。またお越しください。お主が五郎か。だったらどうだったんだい、そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ、志村殿から借りを返せと言づかった。志村様が何をしろって。本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして猛虎が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう、これで返せ。やるしかねえってことだ。小茂田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ。そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる、お主が下踏みを届ければな。温かいものを食べたいね。今行っても仕方のない。俺んちはここだ、入りな。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ、赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。ゴロ、開けろ。今日こそは金を返すまでこっから動かれ。浪人が何用だ。これはこれは、なぜゴロの家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないかい。救命。どこだい。お侍様、お助けください。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子なものですか。探してください。母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さわかるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。夢を見た者がおるはずだ。友人だと思ってたが、俺たちには分かる。もう見えない。
死を恵んでくれない。戦うしかない。ですか。ケンジ、何をしておる。酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。足影、俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょ。知恵を絞ったのだな。そうでしょ。だけどあいつら聡明でして、太刀や薙刀を持ち出して。きっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです。お元気で何より。好きにしろ。守らねば。ゴン、なんでまたこんな偏僻なところに。ここなら。まだご冗談。
疑うもんか。金はどうした？もちろんここに。まあ、話をしたいわけではないから。欲しいもんでも。源氏を殺すにしては数が多すぎるな。それはもう飽きないで。ええ、で、アザモノデの漁師と知り合って話を聞いたのだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんてデタラメですよ。分かってる。だが一つ気になってな。クロードが現れる前、村に秋人が来て猛虎に酒を振る舞っていたそうだ。そんなんじゃおまんま食えませんね。だが敵の目を欺くことはできる。そのおかげでクロードは村に入れたんだからな。つまりクロードは日頃酒売りに化けてるってこと。いいえ、ね、お望みは何でしょう。あ、アザモの魚介とか。どこにいる。え、とぼけるな。クロードだ。連れてきているのだろう。それって。おかしい。笑っている。その舌抜いてやるぞ。ああ、お元気で何より。何。ああ、お元気で何より。助けて。お元気で何よりです。こいつを殺せ、クロードもだ。助けて。また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも源氏、なぜ千亡きことに命を落とすのだ。千内なんて全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。
しゃいだ。ユナ、まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったさ。誰がやった？蒙古の百戸長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？一っていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何のご用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく蒙古どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、やつの懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今更遅すぎるよ。
何か分かった。一曰くアルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟知っておるのだろう。一から聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。いい子だ、影。かけろ、影。だね、まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる。私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ。ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ、逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上はもうやだ、戻りたくない。死はせぬ。待っておれ、俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカと私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての下人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。
それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく、クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行ってジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。Huge wish wedge. これ以上飯の支度が遅れたら、あの、チーズの家のあいつの骨が取りだが、あれだけの肉は誰の腹の中に取る。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。二人か。На бутсо. Хм.
何の音だ。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。あと一人だ。殺さないで、どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。ネグンベ、行くぞ。これだけ兵が。Negue um velho. よし、よし、飲みすぎたんじゃないか。これまでの罪の報いだ。で最後こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。せっ、
終わったの。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。マルチュルグレネンゲフエンガツァルハラウシュルギルチオシタンダメテクテヘレクテ。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。